え、この間記念久しぶりだね。久しぶり、もう9年ぶりです。9年ぶり、はい、あ、どうなの、7社の方がやっぱ走りやすい？そうですね、全く別物なんですけど、うん、でも前とってもやっぱり7番手にはならないんで、後ろに1人いればね、5、6番手、まあ、最悪6番手、まあ、普通で普通で5番手、はい、自分のタイミングが取りやすいですね、うん、はい、やっぱり少ない方がね、自力がある選手は、これやっぱりさ、位置取りが甘いとか言われて9人だと8番手になったりするし、うん、そうですね、ちょっと苦しいよね。そうですね、前の牽制もあったりして、はい、で今回ねまた9社に戻るんだけど、はい、オールスター以来かな。そうです ね、はい、名古屋以来です、うん、どう、やっぱりなんか気持ちの上で違うとこある？そうですね、もう最近はもうタイムも早いんで、うん、あんまり何もしないで後ろに置かれちゃうと届かないイメージがあるんで、それよくやっぱり積極的に行く作戦も考えながら、うん、まあ、長い距離をもがける足が必要だなと思ってますね、うん、はい、でも7社だとスローになったりするじゃない、はい、相手が見えるから、はい、うん、もう明らかに来ないの分かってて、うん、ね、そうですね、3番手とか5番手の選手をこう見ながら前にいてもスローで走る選手いるし、であれペース緩むと今の倍数だとタイミング取りづらいんじゃないの？そうですね、やっぱり僕も本来軽い方が得意なんで、うん、チャッて行きたいタイプなんですけど、うん、やっぱのそのそ少しやったりする分はちょっとタイムラグがありますけど、ね、はい、で今のギア倍数だとある程度打線乗ったところ行った方が踏みやすいよね、うん、そうですね、乗せてくれた方が行きやすいです、うん、そうなるとうまく誘導使えばいいのに、うんうん、みんな誘導使わなかったりするんだよね。そうですね、はい、うん、だからレース見ながらね、うん、みんな一生懸命考えて走ってんのかなって感じがするんだよな。俺はそうですね、やっぱ、うんうん、誘導今早いんで、うん、上げてくれた方がっていうのはやっぱりだよね、ありますね、はい、誘導にじっとついていけ ね、うん、そうですね、ある程度行ってくれるし、はい、だったらもう先行してもいいやになるだろうし、うん、そうですね、いうね、はい、ただ、9社になるとそうはいかない。そうですね、やっぱり一番後ろになるのをみんな嫌うんで、うん、1回は必ず切ってくるんで、うん、まあ、そっからですよ ね、もう1回立ち上げてなんで、うん、だから7社だとね、うん、スタート前取って、うん、あとは来たら下がるし、そうですね、まあ、どこまで下がっても、ね、うん、6番手だし、そうですね、まあいいやと思って下がるけど、さすがに9社だと、うん、で特にこの伊藤の33、はい、ね、まあ、松戸も33だったけど、うん、下がってしまうとちょっと取り返しつかなくなっちゃう可能性がある、うん、そうですね、だからやっぱ7社立ての時とはちょっと考え方を変えて、うん、もうそんなに淡泊なレースっていうよりも、うん、ちゃんとレースは組み立てなきゃいけないなってイメージがあります、うん、で意外とね人間ってすぐ切り替えられないんだよね、なかなかね、うん、なんとなく染みついてきたやつが変わらないんで意識しないと。そうですね、だいぶ意識強めに、うん、ね、コンディション的にはだから非常にいいというふうに俺見てて思うんだけど。あ、そうですね、うん、体は今中村ヘルさんと一緒に練習やってるんですけど、うん、だいぶ練習にも馴染んできて、うん、いい方向に行ってると思いますね。だからもうあとはね、力的にはどのやつ買ってもおかしくない力を持ってるわけだからあとは組み立てだもんね。そうですね、とあと思い切りね、はい、岩本のいい時って思い切りいいもんな。そうですね、関係ない感じでなんか躊躇しちゃうとそうですね、よくないよね、はい、うん、伊藤のバンクはどう？は結構相性が良くて、うん、何回か決勝にも鳴らして、記念も決勝鳴らしてもらってるし、うん、優勝したことも何度かあるんで、うん、走りやすい33バンクだなってイメージです。もともと33はどうなの？まあ、33、まあ、本当は直線が速い方が、うん、自分の脚質的には好きなんですけど、もともとスプリンタータイプじゃない？そうですね、組み立てがやっぱり甘いんで、あ、33だとどうしても後ろに置かれて33自体は好きなんですけど、あ、組み立てでやられてしまうことは。そう、でも出てしまえばね。そうですね、もう打者水からカンと思い切っていって出てしまえば、そうですね、もうゴールまで持っちゃうしね。はい、そうですね、うん、だから思い切り力さえいけば、はい、結果はついてくると。そうです ね、俺がちょっと最近のレース見て思うのは、7社になって少し横の動きが前よりみんな大きくなったかなって気がするんだよね。ああ、なるほど、はい、なんとなく、うんうん、でつまんないところで落車とか、うん、結構するんで、うん、これそのままの感じで9社走ると、うん、もっとなんかそういうことが起きそうな気がするんだよね。まあ、そうですね、特
特にやっぱり G2 とかになると、うん、みんな気合いの入るしね、はい、危ないとこも入ってたりすると思うんで、うん、まあ山本が先行選手だから、うん、まあ、自力でやるタイプだから、はい、まあ、あんまりそういうところに突っ込むことないだろうけれども、うん、そうです ね、 ね、でもなんとなく巻き添え食らうこともなくはないんで、うん、あ、全然あります、ね、そこは気をつけて走んないと、はい、ね、全然関係ないね、向こうの方ピューンってね、はい、あの大外ヒューって一人で行ってれば関係ない、そうですね、深谷君ぐらい足があればいいんですけどそうでは、今回に、ね、かける思いを真山さんに、はい、前回ですかね、あの伊東温泉記念のレースで原藤さんつけて失敗してしまってだいぶ悔いが残ってるんで、うん、今度こそ、今回 G2 なんですけど、まあ、一生懸命走ってるところをお客さんに見せたいと思います。よろしくお願いします。はい、悔いの残らない思い切りのいいレースを期待してるから、はいはい、頑張ります、はい、頑張って、ありがとうございます。